今日のお話は、光の中へ。重い病を乗り越えた女性が療養中に出会った優しい看護師との間に生まれる癒しと希望の恋、というお話をします。闘病生活桜子は長い間、病と戦ってきた。 病院の白い壁と無機質な環境の中で彼女は徐々に希望を失いつつあった日々は予測可能なルーティンとなり桜子の世界は病室の四角い壁に限定されていたしかし彼女の生活に変化が訪れる新しい看護師健太が彼女の担当となり 彼の明るい性格と思いやりが桜子の閉ざされた心に光をもたらす癒しの出会い健太は桜子との関わり合いの中でただの看護師以上の存在となる彼は桜子の身体的な健康だけでなく彼女の精神的な幸福にも深く関わるようになる。 桜子は健太との会話の中で久しぶりに笑い彼のおかげで病院生活に小さな楽しみと希望が芽生える健太の存在は桜子にとって長い病のトンネルの中で見える光となり彼女は自分の状況を乗り越えるための新たな力を見いだす「心のケア」 桜子と健太の関係は日々深まり健太は桜子の闘病生活に明るい光をもたらす重要な人物となる彼は桜子の心のケアにも力を注ぎ彼女が持つ不安や恐れに寄り添う健太の優しさと理解に触れ桜子は自分が一人ではないという安心感を得る彼女は徐々に心の壁を取り払い ケンタとの間に信頼と友情を育む再びの希望桜子の健康状態に徐々に改善の兆しが見え始めると健太は彼女に日常生活への復帰に向けた希望を持たせる彼は桜子に小さな目標を設定しそれを達成するたびに彼女の自信を高める。 桜子は健太の励ましにより自分の中にまだ強さと希望が残っていることを実感するこの段階で桜子は自分の病気と向き合う新たな勇気を得て回復への道を前向きに歩み始める愛の癒し桜子の健康が徐々に回復するにつれて。 彼女と健太の間には深い感情的な絆が芽生え始める桜子は健太が単なる看護師以上の存在であることを認識し2人の関係は友情を超えたものへと進化する健太の優しさ理解そして不変の支援は桜子にとって大きな支えとなり彼女は自分の心を完全に開くことを決意する 愛という新たな感情の力が桜子の癒しをさらに加速させる光への歩み桜子は病気との戦いの中で健太と共に歩むことで得た精神的な強さを実感する彼女は自分の回復が単に身体的なものではなく心の癒しも伴うものであることを理解し ケンタへの感謝と愛を深める。2人は共に病気の影響を乗り越え新しい人生を築くための計画を立てて始める桜子の回復の旅は健太との愛によって照らされた光の中へと続く完全なる回復。 桜子の闘病生活はついに大きな転機を迎える医師からの良いニュースが届き彼女の病気が完全に克服されたことが宣言されるこの瞬間桜子と健太は涙と笑顔で抱き合い長い戦いの終わりと新たな人生の始まりを祝う2人の愛と支えが 桜子の回復に欠かせない力となったことを改めて確認し合う光あふれる日々桜子は病院を退院し健太と共に新しい人生を歩み始める彼らは共に過ごす日々を大切にし互いに対する深い愛と感謝を忘れることはない桜子の物語は 病との戦いの中で見つけた愛と希望の物語として多くの人々に語り継がれることになる彼女と健太の絆は困難な時でも愛が人々を救うことができる強力な証となる桜子の人生は再び光で満ちあふれ彼女は毎日お感謝と希望を持って生きる